よし。場所と日時も決まったし、出演者の情報も最終確認が取れた。チケットの料金設定も問題ないようだし、あずさわにまとめて伝えてフライヤーに記載してもらおう。あと早めに確認しておきたいのは必要な機材だな。ほとんどウルトラマリンで用意できるようだから問題ないと思うが、うん、それを確認するためにも各チームの背取りが必要か。エヴァーからは受け取っているし、あとは三田と遠野さんだな。変えるとするなら曲のつなぎか選曲だと思う。ねえ、俺の曲今から変えるのはあり？今から変えんのか？うん、三田くんの曲とのつながりはあまり良くなかったからね。それが流れを切った可能性は十分ある。三田くんは MC が上手いから曲終わりにさっきみたいに客を煽ってほしい。俺はそれに合うような曲でいくよ。特に遠野さんは練習の時も瀬取りを調整していたし、まだいろいろ検討したいかもしれないな。ひとまず連絡だけ入れておこう。みんな、俺の都合で練習時間を遅れさせてしまってすまない。気にすんな。それで、今日のうちに片付けたいって言ってたイベントの事務作業、終わったか？ああ、一つは問題なく終わった。え？一つは？あずさは、フライヤーに記載してもらいたい情報が出揃った。スマホに送っておいたから後で確認してくれ。うん、ありがとう青柳くん。で、あと何を片付けるつもりだったんだ？ん？ああ、当日必要な機材のリストアップだ。だが三田と遠野さんのセットリストが確定していないから連絡を待とうと思って途中で切り上げた。はあ？あいつらまだ瀬取り出してなかったのかよ。青柳くん、確か締め切りを決めてたよね。ああ、明日だ。まだ期間もあるし、今日改めて連絡しておいたから大丈夫だろ。たく、三田と遠野を見かけたら俺からもさっさと瀬取り出せって言っておく。ああ、頼む。それにしても、こういうイベントの事務系、トーヤに任せて正解だったね。うん、初めてなのに迷いがないっていうか、すごく頼りになるよ。迷いなく動けるのは、今回お世話になるウルトラマリンのスタッフさんのおかげだな。何をどんな手順で進めればいいか、あらかじめ確認してくれたり、教えてくれたりしたんだ。そうだったんだ。うんうん、そういう確認って実は一番大事だよね。私なんて父さんに買い出し行ってきてくれって言われてオッケーしたけど、何買えばいいのか聞くの忘れてそのまま店出ちゃうってことあるし。それはただドジなだけじゃねえか。いつもしっかりしてるのに、そういうあんちゃんなんだか可愛いな。コハネ、そう言ってくれるのはコハネだけだよ。あ、もうあんちゃんってば。トウヤ、他に困ってることはないか？ああ、問題ない。本当か？こういう手配はお前が一番適任だろうけど、一人で全部やる必要はねえからな。ああ、もちろんそのつもりだ。
そっか。ならいい。お、いたいた。おーい。そう、お前らか。え、なんで睨むんだよ。俺たち、なんかしたっけ。あ、ひょっとして瀬取りの件じゃない。青柳くんも連絡くれてたしね。ああ、さっさと出せ。ハキト柄悪ぅ。悪かったよ。この間の練習の後もいろいろ調整してたんだって。ほら、これが俺の瀬取りだ。はい、こっちが俺ね。締め切りギリギリになってごめん。でも時間をもらえた分、納得のいく瀬取りにできたよ。ありがとう、青柳くん。いえ、こちらこそありがとうございます。後で確認します。これで怖い相棒くんに噛みつかれなくて済むかな。し、お前ら練習さっさと始めるぞ。も、これから練習なのか。なら俺も混ぜてくれよ。あ？なんでまだ怒ってんだよ。アキト、さすがに大人げないぞ。へいへい、入りたきゃ入れよ。あの、遠野さんもどうですか。だね、せっかくだし一緒に歌っていかない。じゃあ、お言葉に甘えてお呼ばれしようかな。はい、ぜひ。ねえねえ、ありがとうございます、カイトさん。見てみます。今のカイトさん、メッセージアプリの音声通知みたいだったな。あ、パパ。ありがとな。けど、モーニングコールはきついんじゃねえの。朝練あるときは5時起きだし。アキト、あずさわは明日の練習時間の変更、問題ないそうだ。あ、ちょうど白石からも来たな。白石も問題ないそうだ。よし、じゃあ二人にも連絡した通り、予定より早めの時間に集まるか。あ、いいね。そうっすね。遠野の相棒に会えるなんて思ってなかったんで。確かに遠くの町にいると聞いていたから難しいと思っていたが。東雲くんと青柳くんだろ。話はこいつから聞いてるよ。俺は宮田相馬、こいつの親友だ。転院してきたのは順調に回復しているということなんだろうか。ん？どうした？いや、話を聞いて改めて遠野さんはすごいなと思ったんだ。何せ自分と相馬さんと二人分の夢を背負っているんだからな。そうだな。遠野はつかみどころがないっつうか、何考えてんのかわかんねえけど、誰よりも強い覚悟を持ってあの夜を越えようとしてる。それだけは間違いねえ。初めて出会った時に
言いたいほど感じたしな。その覚悟が、あの圧倒的なパフォーマンスにつながっているんだな。ああ、俺もそう思う。俺も遠野さんと同じように相棒に夢をもらったからな。遠野。でも、それは、はい、そうであればいいなと思います。向こうがどう思ってるかは知らねえけどな。はい、また。じゃあ俺たちも明日の練習に備えて今日は帰って休むとするか。ああ、そうだな。アキト。も、どうした？いや、イベント必ず成功させよう。当たり前だろ。ほら、帰るぞ。ああ。